どうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうとひもたんです。お願いします。カットサーブが打ちたいか。打てないから打ちたくない。お主もカットサーブが打てるようになりたいんだろ。はい、ということでみんなもカットサーブ打てるようになりたいなりたいっていうね、もうささやきのように子犬のようにキャン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 言ってるんで、キャンキャンじゃないよ、ワンワンじゃん。ワンワンみたいに言ってくるんで、今日はまた伝授したいと思います。このボルトレージでまずカットサーブを打ったらどんぐらい切れるのかっていう、まあ、実験も検証しつつ、検証打ったことないまだ、検証しつつやっていきたいと思います。では早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、あゆたろうチャンネル。はい、早速まずカットサーブのコツなんですけど、前にもねカットサーブのコツって話してると思うんですけど、まあこうやって一番長いとこ斜めに切った方が回転量が多いですよとか、こういう角度の方がいいですよ、手の使い方がこういう方がいいですよとか、いろいろ上げてるんで、あとはねこういろんな人のカットサーブの動画も上げてるんで、まあ概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらの方に飛んでってもらってみてください。で今日はですね、まあ、初心者、初めてカットサーブをやる子になかなか回転をかける感覚がわからないとかいう子に向けた動画をやっていきたいと思います。で最後にねこのボルトレイジでカットサーブを打って どんぐらい切れるのかっていうのを検証していきたいと思います。まずねカットサーブをこの切る感覚とかがわかんない人はその場でこういう練習をしてください。はい、まずこういうね回転に慣れるっていう、回転をかけることに、まあ、慣れるっていう練習をやってみてください。これはね家とかでもできるんで、まあ、こうやってね、まあ、ラケットとボールでね、まあ、遊びながら回転をかける感覚っていうのをどんどん覚えていってください。でもう一つ目、二つ目のコツなんですけど、サーブとかって結構前から打ったりするんですけど、カットサーブもちょっと前から最初どんどん打っていきましょう。はい、今度はね前からネットの、まあ、サービスラインぐらいですかねのとこから、まあ、ちょっとカットサーブを、まあ、軽くねいっぱい回転かけなくていいので、まあ、さっきのこういう遊んでる感覚で、こういう感覚で入れていきましょう。でネット前で入るようになったら徐々に後ろに下がっていきましょう。はい、さっきより遠くなりました。で、まあ、最初の冒頭にも言ったんですけど、コツは、まあ、こうなるべくね横に切るんではなくて、グリップからいってこのラケット一番長いところ、この斜めをいく感じのイメージでやるとボールがすごい乗るので、あとはスイングスピードそんなに速めなくても大丈夫です。ゆっくりゆっくり力抜いてやっていきましょう。でこの中間ポジションもね、まあ、入るようになってきたら、まあ、さっきみたいに徐々に回転率を上げていってもいいですし、回転率を上げてまだミスっちゃうよって方は緩い回転でもいいので、ゆっくりゆっくり徐々にやっていきましょう。じゃあ最後ちょっと後ろでやっていきたいと思います。あゆたろうチャンネル。で回転率とかなんですけど、本当に徐々にで大丈夫です。いきなりすごいカットを打ってやろうとか思うより、まずは確率を高めながら自分がどの回転打っていったら入るのかなっていうのを試しながらやっていってください。だからそのために前から徐々に下がってくるっていう感じで、は早速ちょっと後ろについたんで、ボルトレージのカットがどんぐらい切れるのか試していきたいと思います。さっき斜めに回転をかけるって言ったんですけど、斜めにかける感覚が分かんない方はちょっと横にスライドしながらやるとちょっと分かるかもしれない。結構やっぱ縦で横でこういうカットでミスってしまう方が多いので、これはね横で設置時間が短いのでああなってしまうので、この横の回転プラス自分の体が横に流れることによって斜めに転がるっていう感覚が分かると思うので、まあ、極端に最初やってみてもいいかもしれないですね。こっちに行きながら体を横に反りながら、体を後ろに引きながらやるとこの斜めに転がる感覚が分かると思う。
まあ、これでちょっと感覚がつかめてきたらしっかり打っていきましょう。力抜いて、チャンネル。よっしゃ。で、まあカットサーブのコツもいろいろあるんですけど、こればっかりはね、人それぞれのこの辺の感覚ってあるから、こう手首を使う人もいれば、手首を固定して打つ人もいるんで、まあ自分のその感覚を養いながらやってみてください。ラケットの硬さ、ストリングの緩さ、ガットの緩さによっても変わってくるんで、切り方とか、ね、まあただコツとしては、僕アウタロー流のカットはこんな感じですよということで。どんな感じでした？なんかネットに近く落ちると、うん、キュンっていうか、こう、あ、切れて曲がるみたいな、曲がってるけど、うん、なんかこうふわーんってきちゃうと弾むみたいな、こうポーンっていけるかなって思う。なんかカットにも種類があって、曲がるカットと止まるカットとか、まあいろいろあるんですけど、どっちかというとやっぱ手前にね、落ちた方が、キックしてくる、曲が取れないかも、取りづらいし打てないから、相手が上げるしかなくなるからね。バウンドした時が低いから全然、あ、打ちづらいみたいな、まあ、本当はね、本当なるべくあっちのセンターコース、ミドルらへんの短いコースを狙って練習してみてはいかがでしょうか。はい、ということで段階を追ってね、回転をかける練習と、まあ、前からどんどんやっていく練習っていうのを、ぜひ学校でやってみてください。ということで今日の動画は終わりでございます。この動画がいいねと思う方はグッドボタンを押します。この動画がそんなに良くないなと思う方もグッドボタンを押します。そこで次回の動画でまたお会いしましょう。バイナー。空は青く海を目指して歩く。怖いものなんてない。僕らはもう一人じゃない。空は青く澄み渡り、海を目指して歩く。怖くても大丈夫。僕らはもう一人じゃない。魔法をいつか解けると僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。